茶にしませんか。まあ、野池様、さすがにグッドタイミングですわ。あら、ささみちゃんは。じゃーん、おばあ様から荷物が届いたよ。あれ、旅行姉ちゃん何してんの。おい、その荷物大丈夫なんだろうな。うん、生物って書いてあるけど大丈夫って何が。また請求書の束だったりして。それじゃあ開けるね。あ、これってジュライ業内でも珍味と言われる。あんか食いもんか。あやかちゃん、ささみちゃん、のいけちゃん、元気にしていますか。領内の農場惑星で珍しいものが取れたので送ります。天地殿や皆さんで分けて食べてください。くれぐれもお体をお大事に。それではごきげんよう。ただいま。にゃーん。あら、おかえりなさい。あ、みほしさん、お昼寝ですか。はい。でもちょっとお腹が空いちゃって目が覚めちゃいました。ううあら、皆さんお揃いで何事ですか。天地様、両王妃ちゃん、お疲れ様。見星も入って、こちらでお茶にしましょう。すっごく珍しいお茶受けもあるよ。瀬戸様が送ってくださった地雷領内の特産品ですのよ。外にはな、めったに出回らないんだぜ。へえ、そりゃ楽しみだ。え、これはみかん、それも腐ってるじゃないか。うん、なに言ってんだ、よく見てみろよ、立派な地雷名物じゃねえか。立派も何も、うん、とにかくうまいんだから食ってみろよ。そんなの食べたら大変だぞ。天地様、美味しいですわよ。美味しいよ。はい、あんして。わしゅうちゃん、これはどう見てもあれでしょ。うん、似てるといえば似てなくもないかね。そのものですって。野池さん、なんとか言って。ほらほら、そんなに急いで食べると喉に詰まらせるわよ。食べてるし。頬張ってるし。酔っ払ってるし。天地兄ちゃん、これおばあ様が送ってくれたの、とっても美味しいんだよ。ね。そうだね。せっかくだからいただくよ。ささみちゃんが言うなら大丈夫だろう。いただきます。うまい。よかった。だろう。ささ、たんと召し上がってくださいませ。お茶もどうぞ。名物にもうまいものありってことだね。いやー、物事は見かけで判断しちゃいけませんね。あれ、まだ一個残ってたのか。みかんなのに。うう。